長田駅は大阪府東大阪市長田中2丁目にある大阪市高速電気軌道近畿日本鉄道の駅両社共通の駅番号は C23 大阪メトロの中央線と近鉄の京阪な線の2路線が乗り入れ中央線は当駅が終点京阪な線は当駅が起点である両路線は当駅を介して相互直通運転を実施している 両路線ともに、夢は、なの愛称が付けられ、一体的に運用されているため、当駅は、コスモスクエア駅、イコマ駅、学研なら富ヶ丘駅間の路線の中間駅としての、性格が強い。大阪メトロと近鉄の共同使用駅であり、大阪メトロの管轄駅である。プラットホーム島式一面二線のホームを持つ、地下駅で、改札口は一箇所のみ。 イコマよりに逆 I 字型の引き上げ線があり、夜間にあたり駅止まりの車両が止め置きで使われる。また、コスモスクエアよりにも、片渡り線があり、コスモスクエア駅始発列車が使用する。軽阪な線に入る列車は当駅からワンマン運転になるため、一番線のみ他の軽阪な線の駅と同じホームセンサーが設置されている。自動券売機は、 大阪メトロと近鉄の2種類のものが設置されている。近鉄線についてもほぼ全線の乗車券を購入可能である。改札機は大阪メトロと近鉄の両方に対応しているが大阪メトロ使用であるため近鉄発行の規格乗車券は種類により改札機を使用できない場合がある。近鉄の駅であることには変わりないので駅係員に乗車券を提示する形での 入り出場は可能。当駅は、淡座管区駅に所属し、駅長が配置されている。また、当駅及び、高井田駅を管轄している。近年の1日上降乗車人員の推移は、下表の通りである。大阪バス運行の高速バスとリムジンバスが、3番出口の国道308号沿いにある停留所に乗り入れている。近鉄バスに、 長田停留所が存在するが700メートルほど離れている。ありがとうございます。